ナンダム・ュータラーカラーマラオは、インドの俳優、映画プロデューサー、映画監督、編集技師。ご反省は、政治家として活動し、3期7年にわたり、アーンドラプラデーシュ州首相を務めた。ネトラレの通称で知られ、インド映画史上最も偉大な俳優の一人に挙げられている。1949年に、LV プラサード監督作のマナディーサムで俳優デビューした。 1950年代に入ると、クリシュナラーマ役の演技で知名度を上げ、大衆のメシアとして人気俳優の地位を確立した。後にネトラレは仇役及びロビンフッド的なヒーロー役でも知られるようになった。彼は、テルグ語映画を中心に活動したが、わずかながら、タミル語映画にも出演している。1982年にテルグデサム島を設立して、政治活動を始め、 1983年から1995年にかけてアーンドラプラデーシュ州首相を務めた。ネトラレは在任中、かつて存在したマドラス州とアーンドラプラデーシュ州を差別化し、アーンドラプラデーシュ州の明確な文化的アイデンティティの確立を目指したことで知られた。また国家レベルの活動として、非インド国民会議を掲げる政党連合、 国民戦線の指導者を務めていた。1923年5月28日、クリシュナ県グディバダにある小村ニマクルに生まれる。両親は農業を営むナンダムーリラクシマイアート、ベンカータラーマンマーだったが、父方のおじと養子縁組している。ネトラレはニマクルの学校を経て、ビジャヤワーダの学校に進学し、1940年からは、 同地の SRR&CVR 大学と、グントゥールのアーンドラ・クリスチャン大学で勉学に励んだ。1947年に、マドラス州サービス委員会に就職して、グントゥール県の陶器補佐官を務めるが、俳優業に専念するため3週間後に退職した。この間、ネトラレは、バリトンの声を出す訓練を行っている。 パサラ・バイロビ出演時のネトラレネトラレのパネル1949年公開のマナ・ディーサムで、早くの警官役で出演し、俳優デビューした。続く1950年に、B.S. パラオのパラトゥーリ・ピラで主演デビューしている。1957年にはブロックバスターを記録した、神話映画、幻想史上で初めて、クリシュナ役を演じており、これ以降、 スリ・クレシュナード・ジューナ・ユーダム、カーノン、ダーナ・ベラ・ソーラ・カーナなど、生涯17作品で、クリシュナを演じた。クリシュナの他に、ラーマ役を演じたことでも知られており、代表作として、ラバクサ、スリ・ラマンジャネイやユーダムが挙げられている。さらに、ラーマアヤナのラーバナ、ビシュヌ、シバヤ、マハーバーラタのビーシュマ、アルジュナ、カルナ、ドゥレヨーダナも演じている。その後、ネトラレは、 神話の神、王子役から離れ、既存のシステムに立ち向かう、貧しくも英雄的な若者役を演じるようになった。この役は、庶民感情に訴えかけるものとなり、代表作として、ディベデュチェスのマンヤスフルー、アデビー・ラムズ、ドライバー・ラムズ、ベタ・ニア・ジュー、サーダー・パパ・ライユズ、コンデビー・ティ・シモム、ボブリー・プリが挙げられる。1963年に出演したラバクサは、 興業収入1000万ルピーを記録し、1984年公開のスリーマドバイラットベラブロメンドラスワーミーチェリトラでは、監督、制作、脚本、主演を務めた。最後の主演作となったスリノタコビサーバーブハウミューデでは、デルグジン詩人、スリナータを演じた。キャリアの後半では、脚本も手がけるようになり、ネトラレはそれまで脚本家の経験がなかったにも、かかわらず、 自身の主演作や他のプロデューサーの作品で脚本を手掛けている。また、プロデューサーとしても活動し、マドラスのナショナルアートシアターや、ハイデラワードのラーマクリシュナスタジオの作品を数多くプロデュースしている。彼は映画の制作、配給に関する金融システムの構築、実施に強い影響力を持っており、俳優業に対して献身的でキャラクターを完璧。 現実的に描写するために新しい物事を学ぶようにしていた。1963年に出演したノルタナセラでは40歳で初めて役作りのためにベンパティチンナサティアムから口デを学んでいる。アーンドラプラデーシュ州首相就任州首相時代のネトラレ1982年3月29日、ネトラレはハイデラバードでテルグデサム島を結成して、 政治活動を始めた。決闘の理由は、1956年の成立以来、アーンドラプラデーシュ州の与党を務める、インド国民会議の腐敗から同州を解放するという、歴史的必要性に基づいたものだとされている。同党は、サンジャやビチャラマンチ党と共闘して知名度があり、腐敗とは、縁のない知識層の候補者を擁立した。ネトラレは、 グリバダティルパティの2選挙区から出馬し、インドの政治家で、初めて、ヤタヤットラをキャンペーンに利用するなど、革新的な選挙運動を展開した。彼は、ジャイタニア・ラザムと名付けたシボレーバンに乗り込み、息子、ナンダムユリ・ハリクリシュナと共に、同州全域を遊説し、その走行距離は7万5千キロメートル以上を記録している。彼は番を黄色い陶器で飾り、車上に座って、 各地をめぐり、テラグーバリアートマ・ゴーバー,アームをスローガンに掲げて、政府と民衆の緊密な関係の構築を主張して、選挙戦に挑んだ。選挙戦の結果、テルクデサム党は、サンジャヤ・ビチャラ・マンチ党と合わせて202、294議席を獲得して、アーンドラ・プラデーシュ州議会与党となり、ネトラレモ出馬したに選挙区で勝利した。1983年1月9日、 ネトラレは、衆議会で、第11代アーンドラプラデーシュ州首相に就任し、閣僚10名と、閣外大臣5名で構成する内閣を発足させた。インド国民会議との清掃アナンタプルにある、ネトラレ像1984年8月15日、アーンドラプラデーシュ州知事タクール・ラームラーアイは、改心術を受けるためアメリカ合衆国に滞在していたネトラレを州首相から解任し、 州財務大臣で、ネトラレの政治アドバイザー的立場にあったナデンドラ、バーシュカララを公認の州首相に任命した。手術を終えたネトラレは帰国後、ラームラーアイの決定に対抗するため、テルクデサム議銀全員を引き連れて、州知事関係に乗り込み、自身の勢力が健在であることを誇示した。ラームラーアイが解任の撤回を拒否したため、ネトラレは、 法秩序を無視するインド国民会議の応募に抗議するように訴え、同調したジャナタ党、インド人民党、左翼戦線、ドラビダシンポ党など17政党が民主主義救出運動と称した抗議運動を各地で展開した。国民やメディアを巻き込んだ抗議運動は1ヶ月、ま月、き、インド共和国首相、インディラ・ガンディは不本意ながらラーム・ラーイを解任し、 ネトラレを復職させるためシャンカールダヤールシャルマを公認の州知事に任命した。これにより、ネトラレは9月16日に州首相に復職した。ネトラレが州首相に復職した1ヶ月後、インディラガンディアン殺事件が発生し、彼女の息子、ラジーブ・ガンディが公認の首相に就任した。ラジーブ率いるインド国民会議は同年に実施された総選挙で、 同情票を集めて対象するが、アンドラプラデー首相だけは、ネトラレ率いるテルグデサム党が勝利し、同党はインドカイで野党第一党の地位を獲得した。総選挙後、ネトラレは、衆議会の解散を宣言し、新たな議会議員を選出するように州民に訴えた。1985年に実施された選挙は、テルグデサム党が勝利し、ネトラレ自身も頻度プール。 ナルゴンダ、グディバダの3選挙区で勝利を収めた。一方、元州首相でインド国民会議の重鎮だったコシュブラフマーナンダ、レッティとコトラビジャやバーシュからレッティはテルクデサム島に敗れ落選している。選挙に勝利したネトラレは第二次内閣を発足させたが、1989年12月の選挙ではテルクデサム島の長期政権化を危惧する世論が、 味方したインド国民会議に敗れ、ネトラレは、州首相を辞任した。選挙区では、カルワカルティで敗れたものの、ヒンドオプールで勝利して、議席を支出した。国政での活動1989年の時点で、ネトラレは、政治家としての地位を確立し、非インド国民会議を掲げる、政党連合、国民戦線の結成に加わった。国民戦線には、 テルク・デサム党の他にジャナタダル、ドラービダ・シンポ党、アソム人民会議、インド国民会議社会主義派が参加している。国民戦線は、インド人民党と左翼戦線の支援を受けて活動し、インド共和国首相に就任したビシュワナート・プラタープ、シンの下で1989年から1990年にかけて国政与党となり、ネトラレは、同時期に、 国民戦線の指導者を務めた。失脚1994年12月に実施された衆議会選挙でテルク・デサム党は左翼戦線と手を組み勝利し、ネトラレは州首相として再登板した。テルク・デサム党と左翼戦線は269、294議席を獲得し、そのうちテルク・デサム党は226議席を獲得した。 一方のインド国民会議は26議席まで議席を減らしている。ネトラレはヒンドオプール選挙区で勝利して議席を獲得しており、同時にテッカリ選挙区でも勝利している。しかし、1995年に娘婿のチャンドラバーブナイドがネトラレの妻、ラクシミーパールバティが夫を利用して政治に干渉していることを理由に、党内クーデターを起こし、ネトラレは、 修士賞の座を追われて、ナイルが公認の修士賞に就任した。1996年1月18日、ネトラレはハイデラワードの自宅で心臓発作を起こして死去した。遺体は火葬された後、2004年にパールバティによってシュリーランガパトナに遺骨が埋葬された。俳優時代のネトラレネトラレが生涯で出演した映画は300本を超え、 テルグ語映画史上最も著名な俳優の一人に挙げられている。彼はインド神話の新役で広く知られ、インド映画における主要なメソッド俳優の一人に挙げられており、メディアからビズはビカイア・サナータ・サーバ・ブーマと呼ばれていた。2013年にはインド映画100周年を記念して CNN ニュース18が行った投票で史上最高のインド俳優に選ばれている。制作 監督、主演を務めた、トズダンル、シータラマコリーナム、バーカッテナムで、ナショナルフィルムアワード最優秀テルグ語、長編映画賞を受賞している。主演作、ラジュペダ、ラバクサでは、演技を評価されて、ラシュトラパーティ賞を授与されており、1970年公開の、コダル・ディデナ・コッパーラムで、ナンディ賞最優秀主演団優勝、1972年公開の、 バジパンサウールでは、フィルムフェア賞最優秀テルグ語主演団優勝を受賞している。1968年には、インド映画への貢献を認められ、インド政府から、パドマシュリー勲章を授与された。1951年の主演作、パサラバイロビは、第1回インド国際映画祭、マラスウォーリーは、アジア太平洋映画祭、幻想史上、ノルタナセラは、 ジャカルタのアフロアジア映画祭で、それぞれ上映されており、これら4作品はすべて CNN イベント、の、史上最高のインド映画100選に選ばれている。ウンマジ・クータムバムは、インド映画連盟によって、1968年のモスクワ国際映画祭へのエントリー作品として、ノミネートされた。ダック・バーティ・プランデシュワー・リー・ナンダム・リ・バー・ラクリシュナ。 ナンダムユリ・カリアン・ラーム・エ t ティ・ラーマ・ラオ・ジュニア1943年5月、ネトラレは、母方のおじの娘、バソバ・ラーマ・タラーカンと結婚し、8男4女を設けた。長男・ナンダムユリ・ラーマ・クリシュナ・シニアは1962年に死去し、ネトラレは、ナチャラムに、息子の名前を冠したラーマ・クリシュナ・スタジオを設立した。4男、ナンダムユリ・ハリクリシュナは、 俳優として活動した後、テルク・デサム党員として、アーンド・ラ・プラデーシュ州陸運大臣、インド上院議員として活動したが、2018年8月29日に、交通事故で休止した。ハリクリシュナの息子で、ネトラレの孫にあたるナンダム・リカリアーン・ラームと、N.T. ラーマ・ラオジュニアも、俳優として、テルグ語映画で活動している。 六男ナンダムーリ・バーラ・クリシュナも1980年代を代表する俳優の一人として活動し、2014年にテルク・デサム党員としてアーンドラ・プラデーシュ州議会議員に当選した。七男、ナンダムーリ・ラーマ・クリシュナ・ジュニアは映画プロデューサーとして活動しており、三男ナンダムリーリ・サイクリシュナは劇場経営者を務めていたが2004年に、 糖尿病慢性期合併症で死去している。ナンダムユリジャヤシャンカール・クリシュナとナンダムユリ、モハナ・クリシュナは撮影監督として活動しており、モハナ・クリシュナの息子で、ネトラレの孫にあたるタラー・ーカラトナは俳優として活動している。次女ダッグ・バーティ・プランデシュワー・リーは、インド会員議員を務め、インド政府の戦意大臣、商工大臣、人材育成大臣を歴任した。彼女は、 インド国民会議に所属していたが、2014年にインド人民党に入党している。バサバは1985年にガンで死去しており、ネトラレは1986年に彼女の名前を冠したバーサバ・タラーカン、インドイコールアメリカンガン病院をハイデラバードに設立した。1993年に作家のラクシミ・ーパール・バティと再婚した。彼女は2004年に 全二巻のネトラレの電気を出版している。ネトラレ庭園。ありがとうございます。